¡Va! 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 なんでこんなところに石が落ちてるんだよ。今日はこのメンバーでどのシンカリオンが一番強いのかをやってみるよ。みんなも予想してみてね。まずは第1試合。こちら、E7 輝き対 E6 小町。どっちが強いかな？やってみるよ。試合始め。E6 小町は機動力が高いから接近戦で勝負だ。俺の好きな4文字熟語は先手必勝。E7 輝きは接近戦で来るに違いない。話は読めた。遠目から攻撃だ。行くぞ、車輪ドリル。うわー。うわー、なんでこんなところに石が落ちてるんだよ。今はチャンス。踏切ガン。危ない。いきなりやられるとこだった。よし、そっちが二刀流ならこっちも二刀流だ。ダブル車輪ドリル。車輪ドリルの二刀流だ。これでやってやるぜ。何？車輪ドリルが2つに分かれた。だが近づけるかな？ E7 輝き。踏切ガン。踏切ガンでなかなか近づけない。どうしよう。よし、これだ。ロケット車輪ドリル。いけー。うわー、なんだこのドリル。うわ、直撃した。よし、とどめだ。最後は車輪ドリルだ。車輪ドリル。ぐわ、負けた。勝者 E7 輝き。やったぜ。勝ったのは E7 輝き。今回の動画はどうだったかな？今回の動画では E7 輝きが勝ったよ。次の戦いはどうなるかな？楽しんでくれたお友達はチャンネル登録と高評価をよろしくね。次の動画も楽しみにしてね。じゃあね、バイバーイ。